皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はケンナさんから出ているタイヤの走行レビューをしていきたいと思います。はい、ということでですね、本日は早速ケンナのタイヤを履いているお車をお借りしてきたんですが、皆さんケンナというねタイヤのメーカーはご存知でしょうか？知ってるよ、聞いたことがあるよって方もね非常に多いんじゃないかなというふうに思うんですが、このケンナのタイヤ、高性能でありながらかなりリーズナブルにお求めできるという知る人ぞ知る台湾のタイヤメーカーさんなんです。こうタイヤってね本当にたくさんの種類があって、まあ、正直ねピンキリな部分もあったりもして、こうねタイヤをねいざ交換しなければならないという風になった時にどれにすればいいのかというのは皆さんね悩むかなと思うんですが、まあ、もちろんね国産とかのねかなり有名なブランドで、まあ、ある程度コストをかければこう上質な走りが手に入るというのはね、まあ、間違いないんじゃないかなというふうに思うんですが、あまりね大きな声じゃ言えないんですけど、タイヤって思ってる以上に結構高いじゃないですか。かといってねやっぱりタイヤっていうのは、まあ、車につけるもの、まあ、乗る人を守るものという意味でも、まあ、安すぎると逆にこう機能的に大丈夫なのとね不安になってしまうところもあるかなというふうに思うんですが、まあ、そのねタイヤを悩む上のネックだったこう価格面と機能面のいいとこ取りをしたのがケンナさんのタイヤというふうになっています。そして今回ご紹介させていただくタイヤが KR605という SUV 用のタイヤとなっています。このタイヤはハンドリング性能と快適性のバランスを重視して開発されたモデルだそうで、こんな感じでね非対称のデザインという風になっています。タイヤの内側のショルダー部分はノイズ低減に効くパターンでデザインがされていて、反対側の外側の方は 3D エッジデザインが採用されているそうで、路面との接地面が増えることでよりグリップ力が増す構造となっているそうです。そしてここにね縦線が入ることによって排水性にも優れていて、濡れた路面でも安定して走ることができるというまさに理想的なタイヤとなっています。まあここまで聞いてもうこのタイヤすごくいいじゃんというふうに思ってくださった方もいるんじゃないかなと思うんですが、これからね実際にいろんな道を走ってみて、まあ、機能面として本当に優れているのか、まあ、コスパはどうなのかといったところをね私目線でレビューをさせていただきたいなというふうに思っています。それでは早速行きたいと思います。レッツゴー。はい、ということでですね、早速今ねケンダのタイヤを履いたお車で走っているんですが、まずね本当に走り出して初めの第一印象が想像以上に静かだなというふうに感じています。このね音がこうロードノイズみたいなのがねかなり抑えられていて、まあ、これね本当にねタイヤ交換したのって思うぐらい本当にね静かで、この静けさに驚いています。やっぱりねこう車って、まあ、乗っていてね、まあ、その車がねかなり快適だったとしても、やっぱりねその音のうるささだったりね、まあ、乗り心地によってねその車の快適性自体がね変わってくるんじゃないかなというふうに感じていて、まあ、その点ねこのねケンダのタイヤを今交換したばかりということで結構ね神経を尖らせて走ってるんですが、まあ、全然ね気にならないなというふうに感じています。というのもねリーズナブルのねタイヤをね買って履いたことがあるという方ならね分かるんじゃないかなというふうに思うんですが、どうしてもね走っていてこうゴロゴロとした音が気になったりですとか、あとはね曲がる時のねこう純正とはねちょっと違うふらつき感を感じたことあるよって方もいるんじゃないかなというふうに思うんですが、私自身もですね過去に無名のね本当にね安いタイヤを履いていた時期もありまして、まあ、やっぱりねそういう時はこうロードノイズ、こうタイヤのねゴロゴロとした音だったりとか、あとはね曲がった時のねふらつきをね結構感じていた時がありました。まあなんですけどね、まあまあその時はまあどうしてもねやっぱりこう安く抑えたい、まあ、値段をね安く抑えたいっていう気持ちと、まあ、ちょっとまあ安いからしょうがないよねみたいな風に自分をね納得させてた部分があって、なんですがそのねこのね今回のケンダのタイヤは、まあ、そのね安いから仕方がないよねって感じる部分が感じられない、だけど、まあ、安いっていうのがね本
当にねすごいなというふうに思います。でやっぱりねこう路面の状況によっても、まあ、そのねゴロゴロ音だったりロードノイズっていうのは変わる部分ではあるとは思うんですけど、まあねそんなね純正と変わらないんじゃないかなというふうに私自身は感じています。まあ、ゴロゴロ音がね、まあ、ゼロってわけではないんですけど、まあ、でもねなんかものすごく気になるかと言われると、まあ、そんな気にならないかな。こう安いから仕方がないというふうにね妥協をするほどの質の悪さではないというか、そういった印象を受けます。補正された路面だと全然音気にならないですね。そして今ねカーブを曲がっているんですが、おー全然問題なく曲がりますね。なんていうかね変なぐらつき、こうブレるような感じも全くなくていいですね。こう意のままに曲がってくれるような感覚がありました。全然ね問題ないです。はい、ということでですね、今ね、高速道路の方に来ました。まあね、ちょっとね、一般道よりも少しスピードの出る状況下では、まあね、タイヤの雰囲気がどんな感じなのかというのもね、ちょっと知りたいなと思ったので、ちょっとここからね、高速域走っていきたいと思います。純正のね、タイヤにこう負けず劣らず、まあ、しっかりね、安定した走りができているなというふうに思います。速度がね上がったからといってねロードノイズがすごく気になるようになったという印象も特にないですね。まあ速度が上がればね、まあ、どうしてもタイヤの音が入ってきちゃうのは仕方ないなというふうに思う、まあそのぐらいのレベルですごくねうるさいとまでは感じないですね。こう走っていてこう、まあ、いい意味でねこう硬いというかカッチリしてる感じがして、まあ、多分ねこの多分タイヤのね形状によるグリップ力とかがね関係してるんじゃないかなというふうに思うんですけど、なんだろうな本当にねなんかこう自分のこのハンドルの制御とタイヤがね一体になってるという感じでね、なんというかねこう芯がぶれない感じで本当ねカッチリしてる感じ、こう軸がある感じなのでこう安心して乗れる印象がありますね。で、まあ、硬いっていう、なんか、まあ、印象ではあるんですけどね、硬いような印象で、こう、しっかりしてるイメージはあるんですけど、かといって、こう、ゴツゴツして、乗り心地が悪いということはなくて、まあ、運転していて、こう、ダイレクト感があってね、まあ、運転も楽しいですし、安心して運転ができる印象です。ちょっとね、車線変更もしてみますね。車線変更もなんかこうタイヤのね変なグリッド感とかを感じることもなくスムーズに運転できますね。ちょうどなんか空が曇ってますね、こっちかなり黒い雲が出てきて、ちょっとねこのねタイヤが雨の日のね走行も結構いいということなので、ちょうどね運よく雨が降ってくれるといいんですが、さすがにそんな都合よく行くかはわからないですが、ちょっとね走り続けてみたいと思います。はい、ということで一般道を走ってきて、ちょうどね運よく雨が降ってきました。ちょっとね雨の日の走行がどんな感じか気になっていたので、ちょっとねそのあたりもレビュー同時にしていけたらいいなというふうに思っています。ね、もうねすでにね雨が降り始めて結構時間が経ってるんですが、ね、走っていて全くね問題なく走行できています。動画のね冒頭でもお話ししたんですが、こうねタイヤのね4本の線が入っていることによって排水性もねバッチリですし、あとねデザインによってこうグリップ力もしっかりあるのでね、雨の日のブレーキなんかも全然ね、問題なく止まることができます。わわやばいな。で、またね、こちらのタイヤがシリカというものが配合されているそうで、それがね、加わることによって、こうタイヤのね、摩擦力が増して、雨の日でもね、安定したグリップ力が手に入るそうです。タイヤもね、奥が深いですよね。
私自身そのね、タイヤの成分とかについては、まあ、正直あまり知識がないんですが、そうやってね、こうメーカーさん、いろいろね、工夫して作られてるんだなというふうに思うと、なんかね、よりね、安心して乗ることができますよね。ということでね、まだね、今もね、ちょっとだけ、土砂降りってほどではなくてね、まあ、小雨にはなるんですけど、雨がね、降り続いていて、路面がね、うっすらと濡れたような感じになってるんですが、ちょっとね、この雨の日の高速域の車線変更もね、ちょっとね、挑戦してみたいと思います。いいですね、全然。晴れてる時と遜色なく走れてますね。まあ、ケンダさんってね、まあ、ちょっとご存知の方、もともとね、知ってる方もいると思うんですけど、まあね、リーズナブルなこうタイヤをね、こう提供してるメーカーっていうイメージが強いんじゃないかなっていうふうに思うんですが、ね、歴史自体もかなり長いようで、タイヤのね、研究もかなり行っている、結構ね、専門的なメーカーということでね、やはりね、そのあたり安心できますよね。もともとね、台湾のメーカーさんなんですけど、こうね、まあ、アジア圏のみならず、こうね、世界で愛されてるタイヤメーカーさんということで、本当にね、こういろんなね、バリエーションのタイヤが揃っていますし、正直ね、私もね、今日乗るまで、まあ、普通の走行はできても、ちょっと雨の日大丈夫なのかなとかね、不安なところとか少しあったんですが、まあ、全然ね、問題なく、まあ、本当ね、純正タイヤと、まあ、それほど遜色ないと言ってもいいんじゃないかなって感じるぐらいの、乗り心地だったので、これはね、本当にね、こう素晴らしいなというふうに感じました。はい、ということでですね、本日はケンダのタイヤを履いたお車で実際に走行レビューという形をさせていただいたんですが、まあ、私がね、思っていた以上に、まあ、想像以上に素晴らしい性能で本当に驚きました。まあ、一般道はもちろんですし、まあ、高速道路だったり、まあ、濡れたね、路面の状況下だったりでも、全くね、不安になるような瞬間がなくて、あとはね、なんといってもこう、ロードノイズが抑えられていて、かなりね、静かな乗り心地だったので、まあ、このクオリティがね、リーズナブルな価格で手に入るというふうに考えると、かなり魅力的なんじゃないかなというふうに感じました。今回は SUV 用のタイヤを装着させていただいたんですが、もちろん SUV に限らず、いろいろな種類のタイヤがありますので、気になる方はぜひ概要欄の URL からアクセスをしてみてください。それでは今回は気になっていた台湾のタイヤメーカーケンダさんのタイヤのご紹介でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。